皆さんはジェイソン対フレディを知っていますか？昔の映画でジェイソン対フレディっていう映画があったんですけど、今回はジェイソン VS ヒレオ、この両者に戦ってもらいます。今回の勝負は3本勝負。カーボン早振り対決、ホコ先割り対決、ヒメちゃん先取り対決。ちょっと名前全部似てるんだけど、この3つで戦いが行われます。ジェイソン対ヒレオ。俺が初めって言ったら相手のこと攻撃してね。ジェイソンもヒレオも大丈夫ですか？わかりましたか？ヒレオわか…あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ僕が初めって言ったら相手のことを攻撃してください。急に言うからね。はじめって言ったら攻撃するんだよ。よし。引っかかんなかったな。引っかかって攻撃してたら面白かったけど、引っかかんなかったな。このまま向き合わせてても面白いんだけどな。はじめ！ヒレオ！ヒレオの勝ち！まず最初の勝負はヒレオが勝ちました。さあ、最初の勝負はヒレオが勝ったんですけども、次はどっちが勝つかな？お、始まった！やっぱ同じ向きだから、同じ向きだから、割れないか？お、ちょっとジェイソンが有利！ちょっとジェイソンが有利だ！ちょっとジェイソンが勝ってる！ヒレオが縦振りして頑張ってるけど！あ、インクがなくなったか、ジェイソン。お、ジェイソンの反撃だ！ジェイソンの反撃が！どっちだ？どっちだ？どっちだ？あー、大きくなる！ジェイソン大きくなる！ジェイソン大きくなる！行くか行くの時間来た。お、ちょっと、下がった、ちょっと下がった、ジェイソンが。どうなる？お、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 お！長い戦いだ！これは長い戦いだ！どうなる？勝負決まるのか？決まるの？同じ武器だから全然。おー！おー！頑張れ！ジェイソン！ジェイソンそのままいけ！あー、これはジェイソンだな。最後でかかったジェイソンの勝ちだ。ジェイソン対ヒレオ、今一勝一敗です。最後は先にヒメちゃんを取った方が勝ちです。頑張ってください。来た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 ！さあ勝者はどっちの？ヒメちゃんはどっちの手に？どっちが勝つのか？さあ、女神は、姫ちゃんという女神はどっちが、ジェイソンが取った。え、ヒレオ当たってないけど、当たってないけど、当たってないけど、ジェイソンが取った。ジェイソンの勝ち！前回勝ったのは、ジェイソンが見事に勝ちました。今回戦ってもらう内容は、矢倉の上でローラーコロコロ対決、ローラーコロコロ押し相撲対決、パブロレースで対決してもらいたいと思います。ヒレオくんにはね、修行しろって言ってあるので、強くなって帰ってきたヒレオくんが見られればいいなと思います。で、ジェイソンもね、13日の金曜日で主役なんだからね、勝っていただきたい。もうどちらも勝っていただきたいんですけども、これからこの二人を戦わせます。戦う前は、仲良し。では第1試合、矢倉取り合い対決！よーい！はじめ！うわー、相打ち！相打ちになりました！第1試合は相打ち！じゃ、次の試合、第2試合。押し相撲対決。はじめって言ったら、スタートしてください。はじめ！あ、押し相撲始まった！どっちが勝つか、どっちが勝つか。ヒレオの勝ち！うわぁ、強え、ヒレオ。ただいま、ヒレオが1ポイントで勝っております。最初の試合は引き分け。2試合目は、ヒレオが勝っているので、今のところヒレオがポイント的には勝っております。
はい。で、今、ヒデオ対ジェイソンさんが、スタート地点に並んでいます。今回のルールはですね、レースとなっておるので、この、今見えてるステージ、ほぼ全部使って、レースが開催されます。パブロで、同じとこ、ここですね、ここに来たら勝ちとなっております。スタート!さあ、レースが始まりました。スタートが良かったのはジェイソンの方だ。ジェイソンがヒデより少し早く前に出ております。さあ、後を追う形でヒデオが後ろから追いかけているんですけども、ここはインクが回復できないポジションだ。どうする?おーっと、インクがなくなった、ジェイソン。インク回復して、二人で仲良くインク回復しております。の、また最初に飛び出したのはジェイソンだ。ヒデオ君危ないぞ、大丈夫か?相手を抜けるのか、ヒデオ君このまま抜くことはできるのか。さあ、インクはどうする?インクが、なくなっていく。ヒデオの方がちょっと早く回復したか。ヒデオが先に動き出す。そのままヒデオ突っ走って敵陣地弾かれながらもヒデオがジェイソン弾かれたヒデオゴール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 最後ヒデオが抜き返してジェイソンが負けた。ヒデオくん、ヒデオくん、何してるの?ゴミ漁っちゃダメだよ、ヒデオくん。ダメだよ。ヒデオくん、チャリパクろうとしちゃダメだって。ダメだよ。ヒデオくん、ダメだよ。ガラス割ろうとしちゃダメだからね。ヒデオくん、UFO キャッチャー取れないからって叩いちゃダメだからね。揺らしちゃダメだよ。ダメ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 。喧嘩売っちゃダメ。ダメだよ。また来たよ、一人。ダメだぞ。喧嘩売られても買っちゃダメだぞ。不法侵入ダメだぞ。ダメだからな。ヒロ君、クラゲに何させようとしてんの?ダメだよ。そんなことしてダメだよ。ダメだよ、ヒデオ。一番ダメだよ。ストップ。ヒデオくん、ご飯食べたらちゃんとゴミ箱に捨てなきゃダメだから。そう。おい、ゴミ箱捨てろよ。ヒデオくん?ずっと見てるけど何してんの、ヒデオくん。ダメだよ、ヒデオくん、ストーカーしちゃ。ヒデオくん!ヒデオくんがいなくなってる。ヒデオくんじゃなくなってる。
トナカイ一匹いじめられてる。トナカイ一匹いじめられてた。Thank you.